スパーイ氏は高温スカルン鉱床という通常のスカルン鉱床よりも高温で石灰岩と火成岩が反応してできた珍しい鉱床で産する計算塩鉱物。1908年にメキシコドゥランゴ州の鉱山で発見され、アメリカの地質学者、ジョサイア・エドワード・スパーにちなんで名付けられた。塩酸などの酸で発泡するのが特徴だが、同じように酸で溶ける鉱物と共産することが多いので注意が必要である。日本の岡山県備中町、布賀と広島県東条町、釧路のあたりの地域には高温スカルン鉱床があり、スパー石以外にも世界的に珍しい鉱物や新鉱物が数多く発見された。日本以外ではアメリカ合衆国、アイルランド、スコットランド、ニュージーランド、トルコ、イスラエル、シベリアで産出する。イスラエルではネゲブ砂漠中に産出するが、産地には高温スカルン鉱床の痕跡がなく、生成の経緯は現時点では不明である。アメリカ合衆国ニューメキシコのスパー石、ハルーリムフォーメーション、ネグルデザート、イスラエル、mindat.org、2011年1月8日、閲覧、堀秀道著、楽しい鉱物図鑑日 P151、創始者、1997年 ISBN4794,420,7530。ありがとうございます。